激闘の末、貨物駅と新しい港を作り上げた前回。早速多くの貨物トラックが行き交い、船や列車も頻繁に発着するように、これらを作り上げたことで、工業地帯にも何かしらの変化が訪れることだろう。ってあれ、なんか妙にスカスカしてないか？ついに気づいてしまいましたか。今回は、工業地帯の現状をお伝えするところから始まります。昔々、具体的には半年前、遠くの平の地にショッピングセンターを作っていた頃。この頃工業地帯には、こんなエラーが蔓延する事態となっていました。ああ、これは前に言ってたやつだな。確かオブジェクト数の限界で、輸送が円滑に行われないからだったっけ？その通り。しかし、最初はほんの少ししかなかったこのエラーも、気がつけば全体を覆ってしまうほどに。そしてこのまま放っておいても、どうせ廃墟になるだけ。どうすんだ？とりあえずですが、工業地帯はすべて、駅と港にほど近いこの埠頭エリアに移転します。外部との輸送については、貨物駅と港がほぼ引き受けるので、これでエラーも出なくなり、しばらくはしのげるでしょう。またその場しのぎか。ということで、この市にかかっている工業地帯、ぶっ壊すしかねえ。ということでエラーの出ている工場を片っ端から破壊。オラオラオラ、時計。従業員が不憫すぎる。ちなみにぶっ壊すと言っても、すべては壊しません。中にはエラーが出ていない工場もあって、ちゃんと稼働しているからです。それにこの後の作業で、景観上大事な役割を果たしてくれるので、根絶やしする勢いで潰していますが少し残ります。それでも工業地帯を、ぶっ壊す。こんなんが市長やってていいんですかねー。小ざっぱりしましたね。今回の開発作業によって、工業地帯にある工場はほぼ撤去が完了。これからは少々期間をかけて、埠頭に移設する予定です。ちなみに急に職場がなくなったためか、工業需要が大幅に上がってしまいました。こんなん本来だったら暴動もんだな。特に左下のエリア、工場が一軒も残ってないぞ。ちょうどここは、住宅地開発をしようと思っていたところなので、すべて壊してしまいました。というのも先ほどからチラチラ見えていたと思いますが、よく見ると、工場の跡地にアパートや一軒家が建っているのがわかりますね。実は工場を潰した後に、新しく住宅地を中心とした街を作ろうという、新たな計画を密かに始めていたのです。いつの間にこんなことを。貨物駅を作っている時から、裏でちまちまやっていたよ。それにしても、工場と住宅が共存する風景、私はたまらなく好きなんですよね。このために工場を少し残しておいたのか。住む方はうるさくてかなわんと思うが。で今回は、今ご紹介したこちらのエリア。こちらの住宅地開発の模様をお送りします。それで、ここはどんな住宅地にしていくんだ？やっぱり大量の住人を収容できる団地か？言い方。まあそうだね。港湾施設や工場で働く労働者は、みんなここに住んで、一斉に通勤するからね。これまでは工業と住宅のエリアを完全に分けるのが基本だったが、その境界も曖昧になってきているな。実際にやってみると、通勤時間がかかってしょうがないからね。まあそれもそれで、ラッシュが再現できていいんだけどね。既存の道路を少し作り変えました。真ん中の道路は、普通に車が通り抜けられますが、その周辺の道路は歩道に変えておきました。この歩道の間に、団地を詰めていきます。団地を仮置きしてみたけど、なんか思ってたんと違う。なんが不満なの？ちょっと詰めすぎたかな。さすがにもう少し間隔を空ける方がいいね。ということで間隔を調整し直し、日当たりも確保できて、とりあえず詰め込み感はなくなりました。道路沿いの歩道もちゃんと整備。やはり植樹。植樹は全てを解決する。これさえやっておけば、とりあえず景色が映える感はあるね。ついでに道路の装飾もしていきましょう。建物の過度な詰め込みはいいことがないので、適度に空間を空けといて、スーパーやコインランドリーを作りました。懐かしいなこのスーパー。地味に規模が拡大しています。裏にはちゃんと駐車場を作っておこう。まだ空き地が余っていたので、公園もどきを作っておきましょう。もどきて、まずは土を盛り上げて、小高い丘を造成。すぐそばには、花壇を作っていくよ。この道路沿いは、花壇を中心にしたちょっとした広場にして、この団地の入り口のような感じにしていきます。
花壇の周り、ここにも植林して、植物でふんだんに囲っていきましょう。緑だらけだ。こちらが広場と公園。団地の一角に憩いの場ができました。このコンクリの塊はなんだ？昔ながらの建築物によくある、謎の広場をイメージしてみました。公園は丘になっており、丘の周りは森で覆われています。緑が豊かな公園となりました。最後に団地周りにも手をつけて、今回の作業も完了となります。ここの塔は少しおしゃれに、玄関前に樹木でも並べときましょうか。建物自体も、高さを上げているので、玄関前には階段をつけています。さらに裏手には広い駐車場付き。他の塔には一切手をつけてないのに、ずっこいなここだけ。同じ団地でも、ちょっと格差が出ている現実。悲しいなぁ。さすがにここだけエコひいきするわけにはいかないので、こっちの庶民向けも整えていきましょう。庶民向け言うな。で、何地面に一生懸命デカール貼ってんだ？この道は自転車道付きの歩道だからね。こういう交差点は目立つようにしておいて、事故などの危険がないようにしていくよ。へえ、珍しく安全性について考えているんだな。そりゃあ大多数が住むことになる、一大住宅地ですから、できうる限り住人に危険が及ばないようにしておきたいね。安全性だけでなく、快適で心が休まるよう、団地内を緑で覆っていきます。建物の脇や裏など、周囲を木や草を生やしていくよ。これで住民たちは、コンクリート製の家で過ごしながらも、いつでも自然に囲まれた生活ができるのです。工業地帯の汚れた空気も浄化できて一石二鳥。なんと素晴らしいのでしょう。でもめっちゃ虫が出そう。そんなわけで、植物で囲ってみた団地ですが、なんか殺風景でつまらない。なんか物足りないな。そこで歩道にデカールを貼ってみて、汚れを出してみたところ、さっきよりかはしっくりきたので、これで行くことに決定。あと最後に電線もちゃんと張り巡らせて、今回の団地造成はいよいよ完成です。こうして工場の跡地に突然できた荒浜大団地。周りの空き地も、この団地のように発展していけるか注目ですね。どうなることやら、だな。